こんにちは、プロトレーダーの翔太です。えー、今回はですね、えー、イーサリアムの相場展望を行っていきたいと思います。で、こちらはですね、えー、ETHUSDT の、えー、1時間シャート表示しているんですけども、えー、直近の注目ポイントとしましてはですね、えー、この、ここの陰線の えー、押し安値で、えー、サポートラインとして機能している、えー、約309.22付近で、まあ今、えー、踏みとどまって、ちょっとまあ上昇しているという局面なんです,ですけども、まあ、えー、ここのサポートラインですね。ここのサポートラインを、 えー、明確に下にブレイクしてくるか、それとも、えー、ここで、えー、しっかり抑えられて、明確に上に、えー、上昇してくるのか、うん、急上昇してくるのかで、えー、今後のイーサリアムの相場の方向性がある程度決まってくるかなと思うんですけども、えー、まずはですね、上目線の解説からやっていきたいと思います。でもしも、えー、ここの,このサポートラインをですね、えー、ここのサポートラインでしっかり抑えられて、 今後も、今後もですね、ぐいぐい上昇してくれた場合、その場合ですね、次目指してきやすいポイントとしましては、この陽線、この要線の高値でレジスタンスラインとして機能している 値段で言ったらだい三百319.13付近を目指してくる可能性がひとまず高まってきます。で、ここもさらに上にブレイクしてきたら次目指してきやすいポイントとしましてはこの陽線、ここの要線の高値、ここでレジスタンスラインとして機能した約324.46付近。 次は目指しててくる可能性が高まってきまっきで、えー、ここもさらに上にブレイクしてきたら、えー、次目指してきやすいポイントとしましては、えー、こちら4時間飛車と表示しているんですけども、次目指してきやすいポイントとしましては、この陰線、この陰線の、えー、安値で、こ、えー、この安値で、 えー、サポートラインとして機能した値段でいったらだい二十326.70付近を目指してくる可能性が次は高まってく、えー、るかなと思いますでここもさらに上にブレイクしてきたら次、えー目,指ししえー、目指してきやすいポイントとしましては、えー、やはり330の切り板付近ですね を目指しててくくるる可能性が次は高ままってくるかなと思いますでこの330の切り板もさらに上にブレイクして上昇してきたら次目指してきやすいポイントとしましてはこのここの陰線の今度は高値ここでレジスタンスラインとして機能した約338.78付近ぐらいを次は目指してくる可能性が高まってくるかなと思います。うん まあざっと、えー、上目線の解説はこんな感じで、えー、逆に下目線の解説していきたいと思います。えー、もしも、えー、まあ、ここのサポートラインですね。えー、こちら今1時間足と表示してますけども、えー、この陰線の、えー、押し安値でサポートラインとして機能している、まあ、このサポートラインで今踏みとどまってちょっと上昇して、えー、仕掛けていて、で、も再度まあちょっと下落してきてますけども、まあ、ここのサポートラインを明確に えー、下に割ってきた場合ですねその場合、次目指してきやすいポイントとしましては、えー、やはりですね、えー、今度はここの、えー、要線の、えー、安値で、ここで、えー、サポートラインとして機能した301.60付近を、えー、目指してくる可能性が高まってくるかなと思います。でここもさらに えー、下にブレイクしてきたらです,、えー、ですね次目指してきやすいポイントとしましては、もうこのすぐ下に300というね、まあ、強力な切り板がありますんで、えー、次はまあこの300という強力な切り板付近を目指してくるかなと思います。で、この300はですね、まあ、えー、強力な切り板ですので、当然この辺りっていうのはですね、えー、まあ抑えられやすいんですね。えー、要,するに要するにこの辺りで、えー、反発して、 こう急上昇しやすいポイントなので、よくですね、も,もしもですねこの300の300付近まで下落してきたらですね、このあたりのプラ,イプライスアクションっていうのはしっかりとよく見といた方がいいですね。のこのあたりで抑えられて急激に急上昇してくる可能性ありますので、この300付近はまあ要注意という感じですね、う。ん で、まあ、この300という強力な切り板をですね、さらに下にブレイクしてきたら、次は、えー、目指してきやすいポイントとしましては、まあ、このすぐ下なんですけども、えー、とりあえずは、まあ、この要線の安値でサポートラインとして機能している297.54付近を目指してくる可能性が高まってくるかなと思います。で、ここもさらに下にブレイクしてきたら、次は、えー、このもう一個下の、えー、この要線の 安値、ね、で、えー、サポートラインとして機能しているこのポイントである、えー、295付近を目指してくる可能性が高まってくるかなと思います。で、ここもさらに下にブレイクしてきたら、えー、次、えー、目指してきやすいポイントとしましてはこの290の、えー、切り板付近を目指してくる可能性が高まってくるかなと思います。 で、えー、ここもさらに下にブレイクしてきたら、次、えー、目指してきやすいポイントとしましては、えー、この要線の、えー、安値、そしてここの陰線の安値、うん、この、えー、両方で、えー、サポートラインとして、えー、それぞれね、こうしっかりサポートラインとしてそれぞれ機能している えー、約286.36付近を目指してくる可能性が高まってくるかなと思います。で、ここもさらに下にブレイクしてきたら、えー、いよいよ、えーまあ、この陽線の、えー、安値である、えーまあ、280付近ですね、を目指してくる可能性が高まってくるかなと思います。はいまあ、そんな感じですね。はいえー、最後にですね、えー、最後にですね、というか、えー、その前にちょっと、えー、1 あれですね、いつもの、えー、重要なことを言うのを忘れてましたあのー、こんな感じで、あのー、次にねあの目指してきやすいポイントっていうのがですね、えー、存在しますのでその次に目指してきやすいポイントっていうのを、えー、意識しつつ、えー、トレード戦略を練っていくことで、えー、より上手な、えー、トレードがですね、えー、できやすくなってくるかなと思いますのでぜひですね、えー、今後のトレードの、えー、ご参考にしていただけたらと思います で最後にですねえ、非常に非常に重要なお知らせがあります。えー、と今現在ですね、えー、FX ですね、はい。FX の超初心者トレーダーさんが、少資金からでも最短最速で経済的、精神的、時間的、環境的に自由なお金持ちの上昇トレーダーを 目指していくためにおいてものすごく役に立つトレードノウハウや考え方などをしっかりとまとめているマニュアルをですねプレゼントさせていただいておりますでこのマニュアルの名前がですね極意マニュアルっていうんですけどももしもあなたがこの極意マニュアルを受け取りたいという場合はですねこの動画下の説明欄に僕の LINE アットのリンクを載っけております えー、なので、まずは、えー、そちらからですね、僕の LINE アットを、えー、友達登録していただき、その後に僕の LINE アットのトークの方にですね、えー、極意マニュアル希望とメッセージをください。 僕の LINE アットのトークの方に、極意マニュアル希望とメッセージをください。そのメッセージを確認取れましたら、あなたにですね、この極意マニュアルをプレゼントいたしますので、ぜひですね、FX を極めていくためにおいて、有効活用していただけたらなと思います。で、なんで FX なのかというと、あの、短期トレードでしっかり資産を増やしていくためにおいてはですね、あの、仮想通貨でちまちまトレードをやるよりもですね、あの、FX で えー、しっかりレバレッジを利かしてトレードをしていった方がですね、あのはるかに効率よく資産を増やしていけやすいんですね。うん、あの仮想通貨でねあの、トレードをね、ちまちまやってもですね、あの資産あの増えにくいんであの、全然ね、FX でレバレッジかけてあの、しっかりトレードしていった方が、あの本当にね資産あの、資産を効率よく増やしていくっていうためにおいてはですね、もうめちゃめちゃそっちの方が優れてるんで、なので僕はですね、 あの、まあ、FX の方をどんどん極めていった方がいいかなと思います。あの、で、仮想通貨のトレードに関しては、まあ、その、別にその短期トレードを、あの、するなとは言わないですけども、あの、どっちかって言ったら短期トレードよりも、その、長期投資としてね、うん、長期トレードとして、あの、仮想通貨に対しては、 あの取り組んでいった方がいいんじゃないのかなと僕はその個人的に思います。うん、なのであの日々の,そのデイトレードやスキャルピングなどはですね、FX でガンガンやってですね、で、えー、仮想通貨に対しては、えー、長期トレードで、まあ、そのどしっと構えるというか。 まあその時には、あの遊び半分で、あのー、仮想通貨で、その、まあデイトレードやスキャルピングなどをやってもいいと思いますけど、まあはっきり言って時間の無駄だと思います。あの効率よく資産を増やしていくっていう目的においては、めちゃめちゃ無駄な時間だと思うんで、その仮想通貨で、あのスキャルとかデイトレとかやってもね、あのめちゃめちゃ無駄な時間だと思いますんで、その仮想通貨でスキャルやデイトレやるんだったら、FX で、 あの、しっかりレバレッジ効かして、あのー、まあ、そのドル円とかね、ポンド円とか、まあ、ユーロドルとか、まあ、いろいろありますけども、えー、そういうところでね、あのー、しっかりレバレッジ効かして、えデイトレや、えデイトレードやスキャルピングなどをね、やっていった方が、あのー、効率よく資産を増やしていくというためにおいては、めちゃめちゃそっちの方が優れて、 いるんじゃないのかなと僕は個人的に、えー、思っておりますのであのぜひですねあのこれもまあご参考いただけたらと思いますうんまあ、そんな感じですねなのであのー、僕はその FX の、えー、超初心者トレーダーさんうんのためにすごくま役立つマニュアルをまあそのプレゼントさせていただいているというまあ、そういった次第でございますはい。 その感じですね。あのまあ、なのでね、まあ、この極意マニュアル受け取りたいと、うん、この極意マニュアルを受け取って、FX を効率よく極めていきたいという、そういう方はですね、えー、この動画下の説明欄に、えー、僕の LINE アットのリンク載ってますので、そちらから、えー、僕の LINE アットを友達登録していただき、えー、その後に僕の LINE アットのトークの方に、えー、極意マニュアル、希望とメッセージをください。 えー、そしたら、えー、このご機マニュアルをプレゼントさせていただきますので、えー、ぜひですね、FX を効率よく極めていくためにおいて、えー、有効活用して、えー、いただけると嬉しいなと思います。はい、というわけで、えー、今回の、えー、イーサリアムの相場展望以上になります。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼いたします。